政府と経済界、労働団体による八年ぶりの会議が開かれ、賃上げを中小企業にも波及させる取り組みについて意見交換しました。岸田総理大臣の呼びかけで開かれた会議には、経団連や連合の代表らが参加しました。これから労使交渉が本格化する中小企業団体の代表は、賃上げのための価格転嫁が難しい現状を訴え、岸田総理は 人件費の転嫁状況ををを調査ししし指針針ままとめる方針などを示しました。価格転嫁が非常に重要ですので、やはりその価格転嫁を政府にも、またあの経営者の皆さんにも、しっかりとやっていただきたい。賃上げがあのぜひ消費に結びつくように、政府民間一緒になってやっていきましょうということを呼びかけました。